こんにちは、2022年2月19日でございます。外はね、今日大雨でございます。まあ私は珍しくね、今日は休みということなんですが、今週はね、とにかく私のね、勤務先2つあるんですけどね、その1個ね、広島1区のね、勤務先にコロナがね、上陸したという事件、14日に発生しました。ここには私はね、もう1個のね、広島4区のね、勤務先の方にね、勤務していた時なんでね、もう全くもうね、浦島太郎ね、まあ翌15日もね、ワクチン接種ということでね、休みにしてましたからね。で、その前の13日はね、もう休み、というかいろんなね、組合活動、それから12日はね、炊き出し、それから11日はね、政治活動ということでね、まあ6日ぶりにね、行った広島一区の勤務先にね、利用者もね、ね、そして職員もね、1名ずつの、コロナがね、感染が出たという状況がね、ありました。本当にね、びっくりをいたしました。初めてのことです。はい。でね、事件発生から4日経ったね、昨日現在ですね、職員2人、ご利用者2人にね、確認者増えたということです。それから、濃厚接触者としてね、1週間ぐらい待機を余儀なくされている労働者もね、2人おりましてね。まあ本当にそういう中で、てんやわんやの状況ということです。うん、ところでね、本当に濃厚接触者となったね、介護労働者、あるいは保育労働者への保障って国は設けていないんです。陽性になった時はね、労災の申請できますよ、これは。だけど濃厚接触だけでね、陰性になってもね、じゃあその間休んだ保障するかってできないわけです。これじゃね、安心して休めませんよね。うん、国はさ、コロナ発生から2年ですよ。一体何やってきたんですか。ね。うん。それからね、職場復帰のための PCR 検査も自費。ね。ただ、広島県はね、独自の施策でね、これは無料なんですね。知事もね。この点広島県に良かったんですけどね。広島さんも地元の総理なんだから、全国に広げてやって話ですよね。うん。それからね、やっぱり人手不足状態となっていたところにコロナが上陸したと。もう普段から余裕がないとね、危機の作用も大変なことになります。ね。うん。新たにね、感染が確認された方はね、症状は咳程度でお元気です。でもね、それだけちょっと目を離せばね、他の利用者にも元気に話しかけちゃうわけです。元気な人の方がね、どんどん人に話しかけてね、それでね、多分隔離って言ったってね、やっぱり元気な人が動いちゃうわけですよね。うん。人手不足ですからね、なかなかチェックもいけないということでね。で、マスクをしていたとしてもね、やっぱりオミクロンの特性をね、踏まえればね、こう話し方がまずいしね。うん。やっぱりね、人手をね、根本的に増やすという意味で言うとね、もう給料アップをね、岸田さんの 3% やしょぼい。ね、総理におかれてはね、私、佐藤氏。そしてね、令和新選組がね、提案しておりますね。国費投入でのね、袋10万円。これはね、ぜひね、実現していただきたいというふうにね、思う次第でございます。ね、ね、施設もね、こういう状況ですね。訪問介護の方もやっぱりね、また大変ですよね。やっぱりその、訪問先のね、人がね、感染してた。で、濃厚接触になったからね、じゃあ休めて言われたね、訪問介護者がね。じゃあ、全然ね、もう、その他の保障はないと。ね、しかもサービスもストップ。ね、もう壊滅状態になっちゃうわけですよ。ね。もうこれ以上ね、混乱状態をね、もう続けていただきたくないということでね、もう地元の広島からもね、ガツンとね、総理に対してね、声をね、上げていきましょうや。それではね、皆さんね、ご視聴ね、いただきましてね、ありがとうございます。それではね、失礼いたします。